ホゼア書第5章。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心を留めよ。王の家よ、耳を傾けよ。裁きはあなた方に望む。あなた方は、ミスパに罠を設け、タボルの上に網を張ったからだ。彼らは、シッテムの穴を深くしたが、私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っている。イスラエルは私に隠れることがない。エフライムよ、あなたは今印香をなし、イスラエルは汚された。彼らの行いは彼らを亀に帰らせない。それは印香の霊が彼らのうちにあって主を知ることができないからだ。イスラエルの誇りはその顔に向かって証言している。エフライムはその不義によってつまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを携えていって、主を求めても主に会うことはない。主は彼らから離れ去られた。彼らは主に向かって貞操を守らず、他の者の子を産んだ。新月は彼らをその田畑と共に滅ぼす。ギベアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテヤ弁で呼ばわり叫べ。ベニヤミンよ、おののけ。エフライムは刑罰の日に荒れ廃れる。私はイスラエルの部族のうちに必ず起こるべきことを知らせる。ユダの君たちは境を移す者のようになった。私は我が怒りを水のように彼らの上に注ぐ。エフライムは甘んじて虚しい者に従って歩んだゆえ、裁きを受けて虐げられ、打ちひしがれる。それゆえ私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムは己の病を見、ユダは己の傷を見た時、エフライムはアッスリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができない。またあなた方の傷を治すことができない。私はエフライムに対しては獅子のようになり、ユダの家に対しては若き獅子のようになる。私は私こそ掻き裂いて去り、かすめてゆくが、誰も救うものはない。私は彼らがその罪を認めて我が顔を尋ね求めるまで、私のところに帰っていよう。彼らは悩みによって私を尋ね求めて言う。